はい、どうもケミーです。姫路重心化しましたね。姫路入りでできるノバ編成紹介していきたいと思います。先にパーティー編成ですが、エデンのレベル1進化前ですね、こちらをサクッと取っていただいて、フレンドガチャのロダンゾール、こちらもレベル1を用意していただく。スピタス調整なしで挑んでいけます。今回の主人公姫路は平面照明遊撃照明あればいいかなという形、レベルは120超砲撃型。この源流封じが今回のノマにかなり使えます。そしてフレンドは自分自身を使っております。神脳アルファニュートン、こちら使っていただいて、遊撃とタイヤ未紋章があれば大丈夫かなという形です。このパーティーの学び役は神脳アルファ、レベルは120超砲撃型となっております。こちらの編成で挑むノマクエは闇ノマクエです。回りづらかった闇の幕へが姫路が入ることにより回りやすくなりました。ケンビチャンネル、まず初手の打ち方なんですけども、矢印を目いっぱい伸ばし、この杭の中心ぐらい、こちらを狙っていきます。左から1個目2個目3個目4つ目、こちらの杭を狙っていき、エデンをこの位置に配置を取っていくのがポイントです。2手目ですが、ロダンゾールをドラゴンの肩、この位置に配置を取っていきます。3手目は1Pのエデンに当てるだけ、超砲撃の姫路で友情コンボで倒していきます。あとは神脳アルファを今回は使っておりますが、ニュートンとかもののけ少女とかでもいけると思います。しっかりロダンゾールに当て、ボスの内部で友情コンボが発動するように狙っていきます。しっかり友情コンボが内部で爆発することができればワンパン完了となります。もう一度おさらいなんですが、杭の真ん中ぐらいを狙います。ここで先ほどは下配置にエデンが配置されたと思うんですが、たまにですね、重力に引っかかって上配置になることがあるんですけども、そんな時は 3P の姫路の友情だけを拾いに行きます。 1P のエデンはもうこれ配置完了してるんですね。この位置に止まりますので、あとは 2P 3P でこのステージを抜けていきましょう。ラストはエデンに突っ込むだけ、しっかり内部で友情コンボが発動するように打っていきましょう。これからノバ2倍きますので、闇の輪は月に1回ぐらいしかやらないんですけど、少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタン、動画のシェア、ベルマークをタップしていただいて、通知をオン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。